こんにちは、のりこです。今日は夜ベッドの上でも寝たままでできる夜ヨガをしたいと思います。例えば朝早く会社に行ってもう残業夜遅くまでして疲れ切ってお家に帰った時、もう全く動けない日とか、もうソファーやベッドから1ミリも動きたくないっていう日絶対あると思います。でそういった時でも、少し体を動かすとリフレッシュができますので、仰向けの状態で寝たままでできるとてもリラックス効果の高いヨガのポーズをしたいと思いますので、ぜひ一緒にやってみてください。では行きましょう。仰向けになりましたら、両手のひらは床につけておきます。息を吸いながら両足を天井にまっすぐ伸ばします。ブラ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 ーっと揺らして、末端である血液やリンパを体の中心に戻すように足全体を緩めます。それではゆっくりと動きを止めます。鼻から息を吸って吐きながら両足を横に開いて開脚をします。お膝の裏や内股が痛くなったら少し戻したり、お膝を軽く曲げて楽にしておきましょう。じんわりと内股を伸ばしていきます。息を吸いながらゆっくりと両足を閉じます。吐きながらお膝を曲げて、そのまま足をゆっくりと前に伸ばします。それでは右のお膝だけ曲がえて体に引き寄せます。そして両手で抱きかかえます。息を吐きながら右の太ももとお腹を近づけます。右足の付け根、鼠径部を縮めるようにぐーっと引き寄せます。次の吐く息で左側にゴロンと横向きになります。右のお膝を床につけて、その上に左手を乗せます。息を吸いながら右手を肩の高さに横に伸ばして、手のひらは上です。お顔は右手側、または天井に向けていても OK です。ポーズが安定していたら目を閉じて深い呼吸を繰り返します。胸を楽にして、できるだけ右肩を床の方に近づけていきましょう。リラックスです。次の吸い息で両膝、お顔を真ん中に戻して、吐きながら右足伸ばして下ろします。では反対です。左のお膝を曲げて両手で抱きかかえます。息を吐きながら左太ももとお腹をぴったりと近づけてくっつけていきましょう。次の吐く息で右側にゴロンと横向きになります。左の膝をそのまま床につけて右手を乗せます。息を吸いながら左手を肩の高さに横に伸ばして、手のひらは上に向けます。お顔は左手側、または天井に向けても OK です。ポーズが安定していたら目を閉じて深い呼吸を繰り返します。ワニのポーズです。次の吸い息で両膝、お顔を真ん中に戻して、吐きながら左足伸ばして下ろします。
それでは両膝を曲げて体に引き寄せます。両手で抱きかかえて息を吐きながら太ももとお腹をぴったりとくっつけます。太ももで下腹部を圧迫するようにして深い腹式呼吸をします。腸のマッサージをしていきます。お通じを良くする効果のあるポーズです。ガス抜きのポーズです。ではその状態のまま左右にゴローンゴローンと揺れて背中と腰を床でマッサージします。ではゆっくりと真ん中で動きを止めます。息を吐きながら手を離してそのまま足の裏を床につけます。次の吐く息で両膝を外にパターンと開いて足の裏と足の裏を合わせます。内股は楽に開いておきましょう。両手を肩の高さに横に伸ばして手のひらは上です。背中胸リラックス緩めます。それではお顔を横に振って首の後ろを緩めていきましょう。それではゆっくりと真ん中で動きを止めます。息を吸いながら両手を頭の上にバンザイをします。長く伸びて息を吐きながら肩リラックスです。目を閉じて深い呼吸を繰り返します。それでは次の吸う息で両膝を閉じて足を伸ばして下ろします。足の幅は好きなだけ開いてつま先は自然な状態で外側に向けておきましょう。それでは両手も好きなところに伸ばして下ろします。手のひらは上に向けておきます。呼吸からも意識を離していつもの自然な呼吸に戻します。目の奥や口の中に緊張感が残っていれば、すべて解放します。それではシャバーサナでお休みに入っていきます。それでは今日のレッスンは以上となります。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。今日やったヨガのポーズの中で好きなものがあったり、夜寝る前にちょっとやってみようって思い出せるものがあったら一つでもいいのでぜひやってみてください。心と体もリラックスできて安眠、深い眠りにつけると思います。それでは今日も一日本当にお疲れ様でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。